繰り返すの。渡辺の度重なる嫌がらせに長谷川はこっちに変わる。これ座った方がいいよ。え？あっち向きで漫才やったら1万取れるんじゃん。座れねえよ。なんで？座ったことないもん今まで。いないいないいない。ああ！なになに？なに？お前は偽物なのか！え？なんだ偽物って。いないいない。何をやってんださっきから。え？何怖っ。くちゃむかついてるお前は。お。え？変なことばっかりやって。なんだこの怒り方。怒るの？お前は何してんのこれ。いない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 。詰めてんだ。なんとここで渡辺が16年間一度も見たことのないという長谷川の怒りを引き出すことに成功。